シーポーズ、セクシーポーズか。あ、みろりん、こっちだよ。さくらこと一緒にお風呂入ろう。今ね、グラビア撮影の練習で悩んでるんだ。もぎゅって強調するほどはないんだよな。ねえねえ、さくらこのためなんだし、リロリーも一緒に頑張ってくれるよね。じゃあこれは、さくらこにメロメロになっても知らないよ。子供っぽいかな。男の人を脳殺しちゃう方法、やっぱりさくらこは清純派路線かな。うわぁ、気持ちいい。今の良かった？さくらこ、セクシーだった？ちょっと考えさせて。今のは自然に。あ！さくらこは自然体のさくらこが一番ってことだね。自分を見失ってたよ。ありがとね、ピロリ。またお風呂で相談乗ってね。